休憩前に引き続き会議を再開いたします。日程第2議案第61号長崎市及び長与町における連携中水都市県形成に係る連携協約の締結に関する協議についてを議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。河野議員。はい、それでは議案第61号について質疑をさせていただきます。まあ、今回、連携中枢都市圏形成に関わる連携協約ですねが出されました。で、まあ、議決するのはこの協約に基づくものだというふうに思いますが、この協約内容だけを見ると、まあ、極端に言えば何をどうするのかよく理解ができない状況ですね。で、まあ、それに基づいて、第三条関係では別表が付けられて、参考資料もついております。そこで、確認したいのは結果的にこの参考資料が、具体的な部分が数多く載せられてますよね。でこれに基づいて今回の契約協約内容が、提案されたというふうな形で捉えてよろしいのでしょうか。まずお伺いしたいと思います。荒木政策企画という企画課長。今回ご提案をしております連携協約でございます。でその参考資料といたしまして別表にかかる具体的な現在段階で想定している事業、それから同時にですねこの協約の内容と同時にビジョン会議の方でこの協約が仮に締結された後のビジョンの素案ということで検討しておりまして、その概要ということでお示しをしております。今回議決をいただく内容としましては議案の連携協約、別表も含めた部分でございまして、参考資料とお付けしておりますのは現段階でこの協議の中で整理をしている具体的な取り組みということになっております。今後、このビジョンにつきましてはパブリックコメントの実施も予定をしておりますし、まだビジョン会議の方も開催が予定されておりますので、変更がある部分もあろうかと思いますが、おおむねこういった内容で取り組みをですね進めていくという協議を行っているというところでございます。金木。はい、参考資料に載っているのは今後出されてくる具体的な事業だということですけども、別表の三条関係を見るにおいてはこの参考資料のこの連携中枢都市形成に関わる連携協約の締結に関する協議についてというふうになってますんで、極端に言えばこの参考資料に出ている具体的な事業がですね、協約の中身だというふうに捉えざるを得ないというふうに思います。そこでいろいろこの三条関係が具体的な事業になるというふうに思うんですけども、これを見るとですねやはりどうしてもそうなるのかなというふうに思うんですが、連携中枢都市形成ということで長崎市を中心とした2町のですねこの連携中枢都市というふうな形になるとならざるを得ないという状況があると思うんですけども、この三条関係を見るとですねどうしてもそのやっぱり長崎市だけ中心というか長崎市だけがですねやはりその主な事業の取り組みが掲げられているというふうにしか捉えられないという意味では、今回こういう連携中枢都市形成の協約をすること自体のメリットがですねどうも未だにこのないような気がするんですけども、その点については何かこう我々に明らかにしていくといいますかね、そういう部分がこの段階であれば少し教えていただきたいというふうに思います。荒木政策企画課長。
携中枢都市圏の構成、県域構成のスキームといたしまして、まあ、今回であれば20万人以上の中核市を中心として、その市が県域の経済成長の牽引をしていくという、まあ、責務を負うということで、6月にですね、長崎市が中心都市宣言を行ったところでございます。で、列表の中でですね、大きく3つに分けてございますが、1番目の県域全体の経済成長の牽引に関する取り組み、それから2番目の工事の都市機能の集積強化に関する取り組み、これにつきましては長崎市が主体的に、事業を、取り組むということで、それによって県域全体にですね、その恩恵をもたらすということになっております。メリットとしましては、その地域社会ですね、が持続していくという中では、住民がその地域にとどまって何らかの経済活動を行うことが必要であると。でその住民がとどまるためには、地域での雇用ですとか、あと資金循環ですね、こういったものが不可欠ということでございます。そうした中で本庁における長崎市への通勤通学者の割合が 57% に及ぶということで、先ほど申し上げましたように、長崎市が経済成長の牽引、都市機能の集積強化にかかる取り組みを行うことで、県域として活力がある経済生活圏が形成されれば、本庁の住民の皆様にとっても十分メリットがあるものと考えております。一方で、行政としても住民サービスの水準の、維持向上のための、体制整備が必要ということで、もちろんですね、庁としましての総合戦略や総合計画に基づく取り組みを基礎としつつも、医療ですとか福祉、災害対策、交通などの分野で、これを補完するためにですね、一子二鳥で取り組んだ方が、広域での取り組みによるその住民サービス水準の向上が期待できるとともに、スケールメリットですね、による効果によって、効率的な行政運営ができるんじゃないかというふうに考えております。以上です。金木。はい、3回目になりますので、それでですね、今この協約連携協約のメリットを部分をこう、そういう、市長崎市のいろんな事業によって、本庁においても、人口の増だとかそういうところが、雇用の増も見込まれるというふうな形で説明がいただきましたが、これまでもそういう状況で長与町は、町として、極端に言えば発展してきたところだと思うんですよね。なんだそこに、この連携協約を結ぶ必要性はなかったわけですよね。これまでも長崎市がいろんな事業をする中で、それにおいて長与町に移り住んでいただくという状況もあったので、協約を結ぶ必要性が一つまだやっぱり理解できない部分と、それとあと協約の中の第4条では費用の分担という部分がありますね。でこれも極端に言えば、長崎市がいろんな事業をする場合、おのずと町の負担だとかそういう部分も出てくるんではないかというふうな懸念もありますんで、その例えば今回この連携協約を結ばなかったデメリットはどういう問題が出てくるのかですね、これは逆の意味でそういう形で、お伺いしたいというふうに思います。ですからその4条の問題と今度はこの連携協約を結ばないというふうな形になった場合のデメリットの部分を教えていただきたいと思います。荒木政策企画課長。議員ご指摘のとおりですね、現在も、例えば自治法に基づくですね、共同処理制度ということで、消防救急の業務ですとか、一部事務組合等もございます。でそうした形で連携した取り組みを行っておるところでございます。で、この連携中枢都市圏につきましては、そうした単に
事務の効率性だけをですね優先させるものではございませんで、先ほども申し上げました通り、県域において活力がある社会経済を維持するために形成をするものというふうに位置づけられております。でまた例えば一部事務組合のようにですね、別の組織を作らない、より簡素で効率的な相互協力の取り組みであるということも、位置づけられているというところでございます。そして4条の件です。費用負担でございますが、現在の取り組みでもございます火葬場の設置運営ですね、これについては覚書によりまして費用負担を取り決めております。で同様にこの4条に基づいてこれから取り組む中でですね、費用負担が出てくるものにつきましては、事務委託等の規約ですとか、民法上の請負契約または関係条例などによって、その負担額というものを定めていくということになろうかと思います。でデメリットといたしましては、国がですね今想定している61の区域でこうした連携中枢の取り組みというものが進められてきております。でその中で、現在16の県域において、この連携中枢都市圏が形成をされておるところでございますが、ここを、連携中枢都市圏を形成、した団体についてはですね、公布制の措置であったり、その他財政措置ですね、こうしたものもあるということで、そうした有利な制度を活用しながらですね、効果的にこう取り組むことができると。で一方で、連携協約が、結べない団体についてはこうした、財源措置、財政措置もございませんので、できればこうした財政措置も活用しながらですね、効果的に取り組んでいきたいということでございます。他に質疑ありませんか。吉岡議員。今詳しくね、質問があり、また説明がありました。ちょっと細かいことですけれども、結局、これからの、医療関係の、これも入ってますよね。そうしたときに、救急体制とともにまた道路関係というのが、関連が出てくるわけですけれども、今までもよく言われておった入りのところの内坂の関係ですね、あれと飯野病院の救急病院との関係があるわけですけれども、細かく言えばそういうものまでこう出てくるんじゃないかと思っております。これですね、先だけですね、それに対してどういう形で、向こう側と、対応して、先だけ解決に向かっていく気があるのか、そういう点についてちょっと具体的になりますけれども、よろしくお願いいたします。久保博企画財政部長。はい、ちょっと個別具体的なお話になりそうなんですが、先ほど課長から大まかな説明がございまして、で、地域の経済成長の牽引と、それと工事の都市機能の集積評価については、もっぱら長崎市が主体的に実施をするという説明をいたしました。で、3つ目にですね、失礼しました。3つ目の観点として県域全体の生活関連機能サービスの向上という分野がございまして、これは従前からの定住自立圏で検討をしてまいった事業が、それを踏襲してここにそのままといいますか、載せております。でこれについては、先ほどの話と関連がございますが、すでに一市二町でそれなりに取り組まれているものを後追いという形で、協約に盛り込んだという部分もございます。そういう中において、例えば地域公共交通ですね、であったり、あと道路交通、そういったものもですね、分野、もしくは取り組みとして想定をされております。
ですので、まあ、ご指摘のようなその内坂の長年の課題となっているようなテーマ、そういったものも今後ちゃんとした協約に裏付けされたその協議会なり そういった機会において、まあ、話をするということも以前にも増して可能になってくるのではないかというふうに考えております。以上でございます。他に質疑ありませんか。相葉議員。はい、この連携協約を結ぶことによってメリットは今大まかに説明をいただいたんですけれども、今後その、まあ、具体例も書いてはありますけれども、大きく今までと違う、何がこう違うのかっていうところを教えてください。久保平企画財政部長。はい、まあ、これまでとどう違ってくるのかということです。大きな観点でございます。まあ、先ほど私申し上げた通り、経済成長の牽引と都市機能の集積強化、この部分は、まあ、協約の締結があろうとなかろうと長崎市は今後推進していこうというような大きなプロジェクトがここに掲載をされております。で、3つ目の県域全体の生活関連機能サービスの向上につきましては、先ほど私は従来のやつを、まあ、後追いという形で掲載しているものがかなりあると申し上げました。ただそうは言っても新しい観点のものもですね、やはり含まれております。で、まあ、同じようなまあ、ご質問なりご指摘は先ほど課長が触れました。一方で並行して今進めておりますビジョンの策定ですね、これの各界各層の委員さんからもですね、同じようなご指摘ご質問等があっておりますけれども、まあこれがゴールではないと、出発点であるというところです。で、本当であればもっとたくさんですね、定住自立権の最初の検討の初期の段階ではこの今20項目程度になっています県域全体の生活管理機能サービスの向上という部分に60ほど項目がございました。で、例えばその中には子育てで言えば病児保育を広域的にやるとか、あと長崎市が保有しております森町のハートセンターですね、ああいうのを広域的にこう活用するであるとか、もっと野心的なもので言えば一市二町の電産の基幹システムを統合すると、そういったものもございましたが、まあ、協議を重ねるにつれましてその、まあ、実現可能性であるとかリアリティというところで一つ落ち二つ落ちという形で現在こういう形になっておりますが、将来的にはこれを出発点といたしまして、より広くより深くという観点は常に念頭に置きながら協議を進めてまいります。ですので、これが全てではなくてですね、これを基本としてより効果的なもしくは効率的な連携ができないかということを今後検討していくということを申し上げておきたいと思います。以上でございます。相葉議員。大きな違いとしてこれをすることによって、まあ、何が長与町にとってこう変わるのかなっていうのをお聞きしたかったんですが、そう、理論はもう先ほども説明を聞いたので重々承知してます。で、3回しかできないのでもう1点、その28年度からも実施ですよとこう線を引いてありますよね、具体的な取り組みのところに。で、後追いで、まあ、連携協約を結ぶというところで、28年度に行うものは協約を結んでないけど行っているものも含めているのか、この28年度残されたあと3ヶ月ちょっとで行うのか、なんか後追いっていうところがちょっとよく意味が分からなかったので教えてください。荒木政策企画課長。まず、
まず2点目のご質問の28年度から取り組んでいるようなあのこの実施年度の記載ですね。こちらにつきましては、まず一つは以前から、この連携した取り組みを行っているものがございます。で、一方では今年度中にですね、今準備段階でございまして、連携協約それからビジョンの策定が整えば、具体的にですね今年度中に取り組みを、一部でも進めていきたいというものもございます。そうしたものを合わせてですね28年度からというふうに記載をしているというところでございます。久保平企画財政部長。はい、すみません、1点目のご質問でございますが、あの直接的に町にとってのメリット、財政的なメリットというものをお示ししたのが参考資料の1ページにございます。長崎市と長与町、乙女町を比較しました財政措置の概要でございます。これを見ますと、長崎市に手厚くて長与町には大したことないというような印象をお受けになるかもしれませんけれども、例えば長崎市に普通交付税1億6500万円が想定されておりますが、これは長崎市がそれを独り占めするということではなくてですね、実はこれ総務省から発出された文書がございまして、ちょっとそのまま読ませていただきますが、なお連携中枢都市の取り組みに対する普通交付税措置については、このここでいうところの1億6500万円ですが、県域全体のために連携中枢都市が実施する取り組みに対する財政措置であることに特にご留意くださいということで、長崎市だけで使うんではないんですよと、県域全体をに配慮しながらこれは使ってくださいということを国がきっちり釘を刺しているということがございます。それがもう一つですね、直接的な財政的なメリットです。それともう一つ、これまで地方創生の各種の交付金、で、本庁は非常に苦労したということもご報告申し上げました。それは交付金の算定、交付金が採択されるかどうかの判断材料として、事業の先駆性というのが重視されると。その先駆性という中に地域間連携というものが非常に重要視されております。加速化交付金などの県内の事例を見ますと、大半が地域間連携がなされた産業分野、観光であったり農水産業であったりというようなものです。ですので今後もそういった形での国の資金を効果的に活用しようとした場合は、やはりこの連携中枢都市圏を締結しているかどうか、県域を形成しているかどうかというのが大きな判断の分かれ目になるのではないかというふうに考えているところです。以上でございます。安倍議員。ちょっとなかなかこう理解が難しいところでございますので、具体的なところで1点だけちょっとお聞きしたいところが、具体的な例の11ページの、例えばなのでですね、丸2介護のところで高齢者ケアにかかる研修会の実施というのは29年度からこの締結してからしましょうということだと思うんですね。だからそれを例に挙げると、今やってるのとこの締結してからこのやることっていうののどんなふうに変わるのか、そこがメリットになってくるのかなというふうに思うんですね。だからなかなかその結ぶ意味というものが見えにくいのでお尋ねしているんですけれども、そのあたりはどうでしょうか。荒木政策企画課長。介護の部分ですね、介護の、県域で、介護サービスを提供する事業所等を支援するということですけれども、今想定している具体的な取り組みといたしましては、県域内の、
事業所を対象にですね、高齢者ケア向上のための研修会、これを一市二町で共同で実施するということで、質の向上を図るという取り組みを想定しています。これによりより良いサービスのですね、提供が期待できるということと、情報の共有化ですね、を図ることで各事業者間の連携強化が図られるのではないかというふうに期待をしているところでございます。他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第61号は総務文教常任委員会に付託します。お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第61号は会議則第46条第1項の規定によって12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第61号は12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第3議案第62号長与町定住自立権形成協定の議決に関する条例を廃止する条例を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第62号は総務文教常任委員会に付託いたします。お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託いたしました議案第62号は会議則第46条第1項の規定によって12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第62号は12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第4議案第63号長与町農業委員会の委員の定数及び長与町農地利用最適化推進委員の定数を定める条例を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。柳永議員。質問をさせていただきますが、今回のこの改正につきましてはですね、長年のこの農業委員会法に関わる改正というのはあまりなかったわけでございます。今回はですね、この大掛かりな改正だろうというふうに思うんですね。特に委員につきましては、その公正性と選任性がありましてですね、今まではですね、この公正性は選管が業務を行ってきたということになるわけです。今回はその推薦とか公募とかですね、そういうものによって町長がですね、議会の議決を経て、任命をするという、任命制に変わったわけですね。それは制度改革でそのあるわけでございますけれども、この推薦とか公募とかですね、そういう形がその根底にあるわけですけれども、どういう形でこれが進められていこうとするのかですね、そのあたりの基本的な考え方につきましてですね、質問させていただきます。森農業委員会事務局長。お答えいたしますが、農業委員会といたしましてはですね、今回の定数の条例ということで、人数のですね、農業委員のその12名と、あと最適化推進の8名というその人数のですね、定数条例を挙げておりまして、あとその選任、農業委員のですね、これからの募集、
先々の農業委員のその任命、議会等の決議ですか、それを得るのは、まあ、町長部局となりますものですから、農業委員会サイドでそれをお答えするのが妥当なのかなと私は思っております。定数等についてはですね、農業委員会の方でお知らせすることは、ご回答することはできますけれども、町長が任命するということになっておりますので、農業委員会サイドで、その町長部局の中に入って、私が答弁するということは、ちょっとおかしいかなと思っております。以上です。柳議員。答弁が教育委員会、失礼しました、農業委員会ではおかしいんじゃないかと言いながら、農業委員会の局長が答弁をされたわけでございます。議事録に残るわけですね。そういう、まあ、私的な考え方か知りませんけれども、まあ、それは別としてですね、公募がこうあるわけですね、応募ですね、自分もしたいという、まあ、応募制が今回基本になっておるわけです。そういう場合にですね、定数12でその定数が決まるわけですのでね、でまあ、推薦も出てまいります、いろんな分野からですね。そうした場合に、定数がオーバーしたときにですね、これどういう形でその調整をしてですね、誰がこう所管をしてですね、それでまあ町長が提案をしていくのか、そのあたりはどのようになっていくんでしょうか。荒木総務部長。はい、ですね、まあ、今のご質問のオーバーした場合には審査委員会を設けて、そこで、判断していかなくちゃいけないと思っておりますけど、この問題に関しましてはですね、事務をどこでしようかという問題もございまして、農業委員会であるか町部局であるか、まあ、全国いろんなところどちらもございますので、その辺はまた今から検討して、いきたいと思っております。募集も含めてですね、そのように考えております。柳議員。農業委員会がその町長部局とはですね、これは執行機関別でございますのでね、この点はちょうど別れた時のですね、初代がまあ私でございました、局長がですね。で、農業委員会と農林水産所管のですね、町長部局のこれとも全く別になったわけで、その所管事務につきましても分かれておりますね。したがって農業委員会につきましてはですね、この農業委員に関わる権限というのはないというふうに私は思います。従来はその先ほど申しましたように、選管がですね、甲子園でやってきたわけですのでね、その点はですね、十分その農業委員会の権限がないものをですね、農業委員会にさせるとかね、あるいはそのいろいろ調べてみますとですね、市町村によって違うようでございますね。しかしそのうちの場合はその特にもう長年こうして執行機関を別にしてですね、おるわけですので、その点今荒木部長がですね言われるように、まだはっきりしてないというような状況があるようですのでね、その点は基本はですね、やっぱり忘れずに、基本は基本としてですね、外のないようにしてもらいたいなというふうに経験上からもですね感じておりますので、十分ですねお考えをいただきたいというふうに思うんですが、もう一回ご答弁をいただきたいと思います。荒木総務部長。はい、ちょっと先ほども申しましたように、ちょっといろいろ近隣とか、まあ、当たってみまして、長与町で、どういったのが適切であるか話し合いながらやっていきたいと思います。他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第63号は産業構成常任委員会に付託いたします。お分かりします。ただいま産業構成常任委員会に付託しました議案第63号は会議則
第46条第1項の規定によって12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第63号は12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第5、議案第64号、長与町表彰条例の一部を改正する条例を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。相場議員。この条例に関してちょっと質問をさせていただきます。第9条の自治会長、学校長及び各種機関の長を執行機関の長に改めるとなっているんですが、このようにこう変更した理由と、執行機関の長というのはどなたを指されるのかという点と、もう一つ、第11条の、町民感情にそぐわないものというのはどんな方になるのか、もともとはなんか禁錮以上なんか課せられたものとか具体的に書いてあったものがこのちょっとよくわからないような表現に変わった理由とどなたを指すのか、どのような方を指すのか教えてください。山本総務課長。9条 の自治会長、学校長及び各種機関の長から、執行機関の長に変わったということですが、これはあの執行機関の長というのがですね、各あの自治会、例えば、自治会長を自治会を所管するか、それと学校関係の、所管をするか、それぞれの課長ということになります。この改正を行いましたのが、自治会の役員を、表彰の推薦と例えばする場合にですね、今までは総務課の方で、自治会長さんの方に、お願いをして挙げさせていただいておりました、そうすると、総務課の方では自治会を担当しておりませんのでその辺の内容がよく分かりません、そういうこともあってですね、内容がよく分かっている所管の課から受診をして所管の課で一旦取りまとめをしていただいて総務課の方に挙げていただくということでこの改正を行っております。次にですね、この11条の欠格事項の件を改正するということですが、そぐわないという点でございますが、今まで欠格事項ということで各戸籍を持っている市町村の方に欠格事項があるかどうかの確認をしておりました。まあ、表彰を受診をしてくる、自治会長さん、それと所管の課から上がってくるんですけど、まあ、その欠格事項がある方を、上がってくることはまずありませんでした。で、そういうことでその欠格事項までを、調べることはないだろうということで、まあこの規定を外しまして、まあもし上がってきた場合にですね、そぐわないという判断をできる人であればですね、表彰から外していき行こうということで、この改正をさせていただくということになっております。以上です。相場議員。はい。執行機関の長となりますと、それぞれの課長ということで、理解をしたいと思うんですけれども、その場合には自治会長から推薦があってその自治会を担当している課の課長が課長が推薦するみたいになるのかが1点と、その欠格事項のところの説明でいらっしゃらないと思うんだけれどもこれを入れるっていうのは何か理由があるんですか。表彰をしたいということで、推薦をされるわけですからそれなりの功績がある方を推薦されると思うんです。そこにこの欠格事項というのがちょっとこう、なんていうんですかね、いらっしゃらないんであればいらないんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりを再度お願いしたいと思います。山本総務課長。まず愚審の件ですけど、愚審の方はですね、所管をするかが取りまとめをするという形で、愚審自体はですね、
まあ、自治会の役員であれば自治会長さんが具申をその所管の課に していただくという形になります。そしてあと結核事故の件ですが、まあ例えば自治会長さん、まあ、例えばで事例を挙げますけど、自治会長さんが誤診をしました。でも自治会長さんが知らなかったこともあるかと思います。そこで表彰審査会委員会がですね、審査をしましてっていうこともありましょうし、まあ、ゼロではないということも踏まえましてこの規定を入れさせていただいております。他に質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第64号は総務文教常任委員会に付託いたします。お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第64号は会議則第46条第1項の規定によって12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第64号は12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第6議案第65号長与町職員定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。これから質疑を行います。質疑ありませんか。吉岡議員、はい、ではちょっと、2、3点、挙げながら質問いたします。まあ今現在ですねいろんな形で、まあ、行財政改革というのを、まあ、歌って、まあ、町長も、まあ、そういう言葉で、言ってるわけですけれども、また特に、機械化とかコンピューター化とかあるいは委託化とかしながら今でも、まあ、少数精鋭でやってきたというのが、まあ前の早さんも言っておりましたし、まあ今のように来てたんじゃないかと思います。まあ、そういう中で、まあ、これからすると約11名ですかね、増員になっているような形ですけれども、どういうところに、これだけの、人数がですね、必要になってきたのか、ちょっと私も不審に今思っているわけですけれども、まあ、その点の、1点目が、まあ、そういう、理由ですね。それと、まあ、金額がどれぐらい、年間、予算が必要なのか、そのまた、財源ですね、まあ、どういう形でそれを捻出するのか、それと、まあ今、再雇用というんですか、再任用というんですか、なんかそういう制度があります。まあ、そういうのも廃止して、これを、やっていくのかですね。まあ、そういうのを残しながら、これを、取り入れようとしているのか、ちょっとそこのところが、不透明ですので、それとまた今、再任用さんが何名おって、金額が、総額いくなっているのか、まあ、ちょっとそういうところを、総額的な、総論的なことをちょっとお聞きいたします。山本総務課長。します。まずここに書いてあります通り、この、ここに書いてあります通り、省庁事務部局に9名と、あと教育委員会に2名の増ということでしております。一応この数字はですね、定員管理、診断表等々も、勘案しまして、出しております。この診断表によりますと、不足額が類似団体との、比較等で出しておりますけど、こちらの方で、出された数字がですね255人ということで、定数の方が255人ということで出ております。これだけ増やすことはないと思います。例えばですね、こちら、民生福祉関係で考えますと、まあ、類似団体には保育所等もいっぱい持っているところもありまして、保育士がたくさんいるところもありますので、こちら、
そういうことも勘案しましてですね、当庁にあった人数の設定ということで考えております。あとこの、この診断表と別にですね、あと今、時間外、それと、それとですね、年金の取得率っていうのがですね、結構、職員の方に負担をかけている状態であります。こちらを考えますと、これくらいの人数の設定となるということで、今回の定数の条例の改正ということで挙げさせていただいております。それと再任用ですが、再任用に関しましてはですね、今まで通り再任用の制度を取り入れまして、いきたいと。だいたいこの再任用制度、再任用の数といたしましては10人から、ここ10年で考えますと、10人から15人ぐらいの、推移でいくかと思います。ただこの中には、定数に含まれない短時間の再任用者もおりますので、その辺も考えまして今回の条例改正ということになっております。予算の比較、失礼しました。予算ですが、今平均でですね、職員の平均、年収、大体700万程度と見込んでおります。共済費も含めまして700万、で、まあ、この定数といいましても11人丸々増やすわけでもございません。あと状況を 見ながらですね、その定数の範囲内で、定員の方を管理をしていきたいと考えております。吉岡議員。再任用の、金額もちょっと聞いたと思ったので、それが、ありませんので。ということは、どの部門でどれだけというのがまだはっきり出てないということですか。なんかその診断によって出たから、なんか愛にするようなこの、はっきりとした自分たち その内部の、ね、計画によって、この部門がこれだけの不足があるから、これだけ上げていかない。ね、アップしなきゃいけない人数をですね、アップしなきゃならないとかいうあれじゃないみたいで、なんか診断どこかしたか知りませんけども、ね、当初言いましたように少数制でやっていくのが、これからの、いろんな、企業においてもそれだけやってるわけだから、率先して自治体もね、今までやってきたわけだから、やる人があると私は思ってね、おるわけですけども。具体的にその、どの部門でどれとか、そういうのがもう出てるわけですからね、それと先ほどの再任予算で、何名おって、今、いくらの、人件費が上がってる、これからすると700万で11名ってたら、7000万ぐらいかね、結構なるわけですよね、はっきり言ってね、そういう点の、いろんな比較していくと、大変な、数じゃないかと思うわけですけれども、どの部門で、どれだけ、今確実に必要なのかというのをちょっと再度お聞きいたします。荒木総務部長。はい、今回240名をお願いするわけでございますけど、現在229名でございます。で、実員228だったんですが、今現在は2人途中で辞めたもんですから227名で、職員のこう状態を見ますと、常にこう残業をしているか、月90時間から100時間で、もうかなり職員ももう疲労が済んでおりまして、休みも取れない状態でございます。で、長与町はもうそれこそ少数精鋭ということで、ずっとこうよその町村からもすごいなと言われるぐらいでやってきて いたんですけど、もうこれをもう言う段階じゃないかなと思っております。職員がもう健康状態もう害する前にですね、なんとか措置をしてしなければいけないということで、今回、定数条例をお願いするものでございます。それから、先ほどから、診断ですね、でございますが、本当は実際にはもう40名ぐらい足らない状態でございます、計算上はですね。で、
他私がもうよその他の自治体と比べましても本当少ないものですから、うちの部で、申しますと、福祉部関係あるいは総務部関係、一番こう残業、多く、それから休みも取れてない、でその部門を考えたときに、11名あれば、この先ですねいいかなと思って、上げた数字でございます。ただ来年これを11名上げるというわけじゃございません。来年はまあ今年と同じぐらいの人数でまだ考えております。これはあの枠でございますので、この中で今からあの長谷町がやっていこうということで考えておりますので、どうかもご理解をいただきたいと思います。他に質疑ありませんか。竹中議員。はい、私もね、今ちょっとその診断でですね、今その人数が出たということなんですけど、私とも議会も、法廷でいきますとね、大体26なんですよ。ですから10名減ってるんですね。で私たちも身を切ってこういうことやってる、まあ、しかし今あの回答されましたようにね、職員の体まで壊してね、やっぱりそれはあの減すということは減すんじゃなくて、それは増やさんといかんということであればね、私たちももう何も言えなくなるんですね。で、まあ、前町長はですね、これはもう財政健全化のために少数精鋭ですね、もう大変頑張ってこられたんですよ。そしてね、私たちにいつも言うことがもう自慢のようにね、職員一人当たりのね人口に対したらこれはもうな日本でもねすごいんですよと、それだけ財政健全化をやっぱりあの目指してやってこられたんですね。ですね、まあ、今あの同僚議員からの質問がありましたけど、実質ね今人件費がね実際これだけかかってどれだけかかってるかと、そして今回11名丸々出したとき700万という話が出ましたけど、これの正式なねある程度具体的な数字をまず聞かせてください。それからね、まあ、あの私の初め質問をしようと思ったんですけど、11名だからなんか部局のね増やすのかなと思ったんですよ。まあ、町長はまあいろんなことで公言されてましたよね、情報インフラであるとかもう今どうなったかわからないけどね、だから何かの事業を始めるために増やすのかなという一つのあれがあったんですけど、今話を聞きますと、まあ、時間外が多いからということみたいですね。ただしかし将来的にこの人数を増やすのであれば当然そういう事業のことも考えていらっしゃるんじゃないかと思いますけど、その辺の町長のご意見も聞きたい。それから先ほど同僚議員からありましたけど、再任用の件ですけどね、まあ、公務員の方はもう60過ぎてから年金をもらうまでこれはもうなかなか収入がないわけですね。そして今各種団体に行く場所もない、だからそういう分ではね、あの私たちはこの形を、ね、守ってやらんといかないわけです。そうすると再任用しかないわけですね。だから間違いなくこの再任用が結構減すとね、そしてあと再任用というのは多分最高、65ぐらいまでいけるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その辺の人数のね、今現在どのような状態になっているのか、そしてその金額が、まあ、今、同僚議員も言いましたけど、その、金額もね、ある程度知りたいと。これを、そして枠を増やすことによって、再任用のね、その幅が減るということが、もう再度確認ですけど、ないのかどうかですね。それからですね、とりあえずそれだけ質問いたします。吉田町長。私としましてはですね、少数制でやっていこうというのは全く変わりません。気持ちはこれで240名に上がったとしても少ない人数でやっております。そしてまた先ほど言いましたまあ、いろんな仕事の方も煩雑化してきますけれども、それを機械化して何とかやっていこうということでございます。まあ、そういった中でやはりこのくらいの人数は必要だということですけれども、まあ、これはあくまでも枠ですので、240人という枠があるわけですけれども、240人いっぱいいっぱい取るわけではございません。そのところをですね、ただ240人までは一応取れる枠にしておいたらですね、何かそういったものがあった時には対応できるんじゃないだろうかというようなことでございます。鈴木副町長。もう一つ議員ご指摘の通り、再任用職員以前までは、まあ、公民館とか外に行って一定嘱託職員等々で、
頑張っていただいておりましたけれども、もうあの、まあ、私の年代から大量に退職者が発生しております。どうしても庁舎内で職員、再任用職員として働いていただかないと、まあ公務員にはあの義務付けまでは言ってませんけれども、あの年金を支給、満額支給される65までは我々としてもなんとか雇用の確保をしていかなければならないんじゃないか、特に今年の3月に退職した方は2年間その基本部分基礎部分といいますか、それももらえてない、あの全くの無年金の期間が2年間も出てきます。そういうことも考えますと庁舎内で一定のポジションを与えてそれなりの業務をしていただきたいと思っております。そういう関係でも当然今の定数ではちょっともう厳しくなってきております。ただ一方ではあの退職がいるからあの採用を控えるということもこれもまたちょっとあの難しい面もありますので、その辺は一定調整をしながらあの、まあ、町長部局の方に9名、教育委員会部局に、まあ、今2名という想定で11名という形で職員の定数を考えていただきたいということで、まあ、ご提案させていただいています。金額大和荒木総務部長、はい、再任用のですねあのかかる費用でございますが、短期で今だいたい年ですね、年間280万ぐらいでございます。で今からその何ですかね、再任用もまだ今現在20名ぐらいおりますので、今年度また増えれば、まあ、来年度はもう短期長期条件合わせて30名近くぐらいになると思っております。今もう希望を取っている段階でございます。あと、そう再任用をこうするからといってその新規の採用はしないというわけにはいきませんので、その定員管理をきちっとですね今こう作ってそれに従いながらこう考えてやっていこうと思っております。あ、それから人件費、田中財政課長。はい、あの人件費の部分について、お答えいたします。決算による、金額でございますが、議員等報酬、各種員報酬、あと職員、職員給合わせたところの、決算額、ちなみに5年前、平成23年度の、人件費の合計額が、17億6000万円ほどでございました。で27年度、決算においては、15億5000万円ほどの人件費になっております。以上でございます。高中議員。あの僕の一番心配するのはですね、あのそう再任用のことなんですね。大体もう2年ぐらいでちょっと尻を叩かれるようなね、まあ、形ですかね、叩かれるような感じでねやられるとね、もう私たちもまあ年齢的にもう60越して70近くになるとするんですけどね、まだまだたくさん働かれるし、そしてまだ知識も豊富なんですね。ですからこれをすることで、まあ、新人をあの新入社員を取るなということじゃないんですけどね、やはりこの再雇用方をね、あの大事にしていただきたいというのが一つ大きな目的があるんですよ。そして大体普通はね、もう65までが今定年になってるわけですからね、まあ、最低でもね、それくらいまでこう再雇用でですね、再任用でいけるようなね、ことをすると、やはり当然結局この新人の枠というのはね、ちょっと金額が大きすぎる。年間約7000、約1億着になるわけですから、まあ、この金額が大きいなということと、あとその、枠をね取ってるんだと、これはねちょっとね私も下せないんですよね。枠を取っていつでも入れられますような感じにしか取れないんですね。まあ、行政のそのやり方としてこれがね適当なのかとですね、まあ、やっぱり足らないときは足らない、そして今残業の時間が足らない結局多すぎて体を壊すから何人というのピシッとやはりそれは人事の方でやっぱり把握しておかなくちゃいけないんですね。でそれに基づいて通常パッと入れると。しかし先ほどの説明からいくと、いや来年からそういうことするんじゃなくて枠を取ってるんですよと。
言い方だからね、それはちょっとあまりにもいい加減すぎてないのかなと、そういうことを感じますので、まあ、それこれについてね、まあ、上長のご意見を聞かせていただきます。荒木総務部長。はい、ですね、枠、すみません、ちょっと言い方が悪かったと思うんですけど、再任用でもですね、常勤で来ていただくと、その定数に入ります。で、その定数をですね、そこを、入れると、なかなかその新しく審査入れる場合もですね、その辺もこう関係してきます。で、先ほど65歳とこうあったんですけど、実際今まではですね、年金をもらうまでのつなぎということでやってきたもんですから、そういう考えであったんですけど、まあ、今現在はですね、もうずっと伸ばしてきて64、65ということで話をしております。で、あとはですね、定員管理でですね、その辺は先ほども言いましたように、きちっと持っていこうと思っております。他に質疑ありませんか。ただいま議題となっています。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第65号は総務文教常任委員会に付託いたします。お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第65号は会議則第46条第1項の規定によって12月19日までに審査を終了するよう期限をつけたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第65号は12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第7議案第66号特別職員の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第66号は総務文教常任委員会に付託いたします。お分かりします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第66号は会議則第46条第1項の規定によって12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第66号は12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第8議案第67号長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第67号は総務文教常任委員会に付託いたします。お諮りします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第67号は会議則第46条第1項の規定によって12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第67号は12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第9議案第68号町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第68号は総務文教常任委員会に付託いたします。お分かりします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第68号は会議則第46条第1項の規定によって12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第68号は12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。
次に日程第10、議案第69号、長与町教育委員会教育長の給与及び旅費支給並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第69号は総務文教常任委員会に付託いたします。お分かりします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました議案第69号は会議則第46条第1項の規定によって12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第69号は12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。次に日程第11、議案第70号、長与町職員の給与に関する条例の一部を関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています議案第70号は総務文教常任委員会に付託いたします。お分かりします。ただいま総務文教常任委員会に付託いたしました議案第70号は会議則第46条第1項の規定によって12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。ご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって議案第70号は12月19日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。ここで、14時20分まで休憩いたします。